大体半分ぐらいか。やったことない人は多分なんとなくどんな感じで進むのかなみたいなのピンとこないと思うので、まあ、軽く説明すると、今からみんなでくじ引きをねちょっと作っていきたいと思います。でそのくじ引きには性格、例えばめちゃくちゃ陽気なとか、そういう性格を書いたくじ引きを、まあ、一種類で、もう一つがキャラクター、例えば桃太郎、2個引いてもらうのね。すごい、めちゃくちゃ陰気な桃太郎。じゃあ今からみんなでくじ引きを作ります。イエーイ。なんか半分で切って性格とキャラクターを一個ずつ書いてください。早い早い早い、みんな早い。これあれでしょ、実在しないものでもいいんでしょ。ちょっと待って、今すごい恐怖に駆られてる。大丈夫。こんなんどうやって表せばええのみたいなのできたりとかいろいろするよね。で揃ったかな。 OK、 はい、 OK です。じゃああっちでくじ引き引こうか。レッツゴー、レッツゴー。はい、ということでくじ引きが完成しました。チラッと見たんやけど、みんな結構さ、なんとも言えないもの作ってんな。やば。ざっくりとしたルールだけ説明しておきます。こっちがステージで、こっちが客席側。ステージに入れるのは常時3名まで、常時3名。だから最初にじゃんけんして勝った3人が前に出てもらいます。OK。 で行く前にここから1枚ずつくじ引きを引いてもらって、キャラクターを決めてもらいます。でちなみにそれはみんなには内緒で。よし、オッケー。じゃあ最初のね、出演者3人を決めたいと思います。男気じゃんけんだから、勝った人だから。なるほどね。いくよ、最初はグッ、じゃんけん、はい、あー、はい、こうでしょ。パーだった。パーだった。いくぞ。で、引くよ。あー、じゃあ今から優勝は即興劇を始めたいと思います。じゃあ行きます。よーい、スタート。なに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 、今日はここの地層を調べに来たのだけど、どういうこと。私が求めている化石は見つかるんでしょうか。どういうキャラクターなの。真面目な感じする。ちょっと塩らしい感じもする。お嬢様とかじゃない。待ち合わせをしている人、もう5分も遅刻している。すごい。私だったら5分の遅刻はものすごい遅刻だから。あ、すごい真面目なんだ。真面目、絶対連絡するのに、うん、遅いな遅いな。誰かですよ。もしもし、もしもし、ごめんなさい、今日ちょっとかぼちゃの馬車がちょっと電車遅延みたいなこと言ってて遅れちゃってるんです。もうちょっと待ってください。消えた、シンデレラが来るのかな。もう一人来るはずなんだけど。もしもし、モースモース、私でござる。武士馬、カゴかな、電車遅延かな。遅れておってな。でも大丈夫でござる、もう少し待つでござる。消えた、シンデレラと一体本当に誰が来るの。私靴探してみる。靴私靴見てないですね。どんな靴ですか。靴を探す。透明な靴。透明な靴。シンデレラじゃない。シンデレラ。もう一人これから来るはずなので、うん、ちょっとだけじゃあ一緒に待ってていただけませんか。もう10分ぐらいになるのに。そろり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 、これは刀でござる。そろりそろり、待って、乗っかってくるかもしれない。こちらおそらくシンデレラさんなんですけど、ガラスの靴を探されてるらしくって、靴がない。靴、ここまで来る間に見かけられませんでしたか。ガラスは見ていないが、わらじは見たでござる。これは初でござる。なんて優しい。あ、いい感じでござる。シンデレラフィットしてる。これが本当のシンデレラフィット。はよ誰か入ってこいや。12時の鐘が、じゃあねー。とりあえずじゃあお侍さん、
今からまだチーム来てないんですけど、トモと越見の時間でしょ。すいません。はいはいはい。今何時か教えてもらってもいいですか。あ、今11時55分から。誰あれよ。なんか約束入ってたと思うんですけど、なんかよく覚えてないんですよね。とりあえず私以外誰も集まらないようなので、もう少し待つことにしようと思います。待つんだね。あらららさきゃさきゃあらら、花坂じいさん来た。すいません、あの花坂じいさん、ここの地層の研究を一緒にするためのチームの方ですか。いや、さくらしか知らない。さくらさきゃさきゃ。あ、もしもし。あれ、それ振るとさくらさくの集合場所間違えてたみたい。ちょっと私研究の方に向かいますね。では失礼します。お疲れ様でした。それ楽しいっすか。いや、ちょっとやれって指示なんすか。クソだるいじゃないっすか。そう、めんどくせんのよ、マジで。ちょっとやれって博士、博士に呼ばれたんだけど知らない。研究者見てね。おかしいわね、ここで研究するって言ってるのに。ヨガ君から連絡だわ。え、なんかあのあれじゃないですか、出てくる漫画のなんか多分キャラクターみたいな。あなたもしかして第一発見者。第一発見者ってどういうこと。めんどくさいこととか本当に大丈夫なんで。あいつ序盤で死ぬぞ。楽しいことはないかな。だから、ね、花咲かして楽しいんだったらやりたいと思ったけど。やってみた。人生何が一緒にやる。これで花を咲かせられるの。せーの。すごい。ちょっとなんか人生楽しいって思えたかもしれない。とりあえず昼飯食いに行こう。助けて助けて。何？悪ガキに転がされて僕一人じゃ戻れない。みんなで行く、私はそんな危険なところに行ってない。まだちゃんじゃないかなって思ったんだけど。あら、お宝知らない。もしくはルパンに。この部屋寒くない。何度かしら28度にちゃんと設定してます。健康的。この部屋は28度になってます。データによると17度です。寒すぎます。それにおいくら。あ、やっぱお金に関してはやっぱね、ルパンって言われてたってことは、あ、じゃあありがとう、ありがとうございます。え、ありがとうございます。あ、もう一個ある。あら、博士間違えて別の場所行っちゃったみたいだから。私はこれで。私一人どこにお宝があるの。これで調べられるのかしら。ハッピーニューイヤー。ハッピーニューイヤー。何を探してるんだい。ちょっと手がさ、何探してるの。ごめんなさい、うちのマナブ君見てませんか。もう塾から出ちゃったみたいで、どこに行ったのかも本当に心配しかけないんですけども。夢の国へようこそ。勉強はしなくていい。どこに来たのかしら。夢の国。ハッピーニューイヤー。本当にあのうちの学ぶ君を見かけ。知らないわよ。すいません、僕に剣を刺してくれませんか。剣。いろんなところに穴があるんで、そこにいっぱい剣刺してます。はい、あ、持ってきます。剣。お願いします。世界に一つだけの剣見つけた。いや、いいから刺してた。ありがとう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 。あなた。これを刺したらあなたは誰から出れるの。もし出れたら私の息子を一緒に探していただきたいんだけれど。あ、いいですよ。行くわよ。はい。うっ、嘘。とても貴重な姿が収められました。出れた。おめでとうございます。おめでとうございます。私あなたを追いかけて数十年、戦場カメラマンとして戦場で死ねるなら反応です。ありがとうございます。撃たれた。ソニー、ソニー様。お疲れ様でした。それぞれじゃあ最初何だったのかをちょっとね、ネタバラシというかしていきましょう。一番最初、まず私、おとなしい科学者でした。おとなしい。でもおとなしくしてたら何にも進まないじゃん。で、次入ってきた
た？ノアが？私が可憐なプリンセス。シンデレラってやったらつまんないかなと思って、私は何かわかんない。最近は侍？超ポジティブな侍。ポジティブな侍って別の要素加わってんな。侍じゃない気がするなって。ほんで次が私が入ったか。おとなしめのニートっていうのが出てる。おとなしめだし、生きることがめんどくさいみたいなのを前面に出そうみたいな。それぐらいしかできない。使いない人だった。で次が千秋が口が悪い花咲かし。桜咲は分かりやすかった。確かにめっちゃ分かりやすかった。その後が男前なハイバラ。なるほど。コナン系だっていうのはみんな分かってる。でその次が、はい、昭和っぽいカメ。昭和っぽいカメ。でも昭和がどこにも出てなかった。昭和っぽい昭和っぽいダゴムシ。めっちゃ面白い。で有田が意識高い峰富士。はいはい、意識高い。コナンとルパンが共存しちゃったんですよ。あとが私か、とにかく明るいミッキー。なんでハッピーニューイヤーだったの。ハッピーニューイヤーが一番声を出しやすくて。ほんでその後がが私で、サラリーマン教育ママって、だから一応キャリアウーマンの教育ママのイメージで。はい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 。ほんでその後がホラ吹きの黒ひげ。一発で出ると思わなかった。で最後私が小動物的な戦場カメラマン。死ぬ間際はこれだと。何巻いてる。はい、ということで挑戦したのは即興演劇でした。お疲れ様。